言っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回は僕ライノセラス、初心者なんですけども、今ライブをやってて、ライブで来た質問についてお答えをしていきたいと思います。で、その質問なんですけど、ライノセラスからアーキキャドに持っていく方法ということで、こちらの方をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、今ライノセラス今目の前にあると思うんですけども、今僕がちょっとパパッと作ったものなんですけど、こんな感じでアーキキャド内に今こういう壁とこの地面だけ作成しております。で、この状態でですね、この上に布っぽいものをかけたいということで、ライノセラスでこういうものを作りました。で、同じ座標軸でですね、このアーキキャドのここにね、持っていきたいんですよね。今から持っていきたいけど、まあどうやったらいいのかわからないということで、今からやっていきます。はい、こちらのライノセラスをまず開けてください。で、この全部を持っていくのではなく、このこいつだけを持っていくんですね、同じ座標軸で。今となんでこいつを選択しまして、このファイルを押します。で、ファイルを押して、この選択オブジェクトをエクスポートを押してください。で、こちらを押しましてたら、適当にもう布ってさっき保存してたのか、この布って保存しますんね、すぐらしい。はい、布って保存するんですけど、注意がありまして、このライノセラス76は76で保存した場合、アーキキャドで反映されないというか、アーキキャドで開くことができないので、こちらの方だけ注意しておいてください。一度スケッチアップファイルに持っていったりするとご利用しでできたりすることがあるらしいです。ですけども、まあ基本的にはこちらで、なので作ったとしても Go で保存ということで押しておいてください。はい、この LINE の Go のファイルを保存ということで、こんな感じでやっていきます。で、ここでも LINE さんはおさらばということで、アーキキャドに開きます。で、このアーキキャドに開いてどうやって持っていくのかと言いますとですね、さっき言いますと、一度動画でも言いました、この総合運用性の結合から行くんですが、この結合は 3D の状態で、行うことができませんので、そちらの方だけ注意しておいてください。ここで、図面ですね、1回平面図をまず開いてください。で、この状態で先ほどの結合ですねをやっていきます。で、結合ファイルから結合しまして、デスクトップ、この布ですね。で、ライノを開いて、ライノね、このファイルの種類をラインのセラスにしていただいて、で、開けたいさっきの布ってやつを選択しまして、開くを押します。するとこんな感じでライノから持ってくることができました。で、あとは あっちでね、マテリアルを変更してないんですけど、今はこのライノのマテリアルになってますので、このマテリアルをなんか布っぽいやつとかに、まあ、今回でしたらね、変えていけばいいのかなと思います。1001とかね。で、こんな状態で持っていったら、ライノから同じ座標軸で持ってくることができると、まあ、そういう感じになっております。はい、ということで、はい、今回の動画、まあ、めちゃくちゃ短かったです。よし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 、めっちゃ噛むな。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回の動画もね、まあ、結構短かったんですけども、パパッと知りたいことが分かる動画になったのではないでしょうか。こんな感じでね、ライノセラスとアーキキャドは互換性がもう抜群なので、基本的にはアーキキャドで作って、図面とかも全部作って、他にねできないところをアーキキャドじゃなくてライノセラスで作るっていう、そういう風な感じでやっていけばいいのかなと思います。はい、ということで、今回も動画見ていただいてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回の動画も以上になります。ありがとうございます。